はい。まずね、青山学院大学ね、箱根駅伝、まあ、優勝おめでとう。いや、本当に強かったし、大会新記録っていうことで、いや、本当にね、見事でしたね。で、まあ、敗れたね、まあ、駒沢大学の、まあ、監督が、まあ、藤田監督っていう人なんですけど、まあ、藤田監督がね、まあ、悔しそうにね、まあ、強いチームをね、まあ、今後作っていくと、まあ、言った発言をしてね、 いや、本当にこの100回大会に関して、やっぱりね、敗れたことに関して強くね、えー、悔しそうな表情をしていたと、まあ、いうことなんですけど、やっぱり今回の青山学院の強さは、やっぱりね、まあ、区間新記録をね、えー、4人が達成したと、まあ、いうことで、この1区荒牧くんと2区黒田くん、3区の太田くん、 4区の佐藤くんと、5区若林くん、6区野村くん、7区山内くん、8区これ全部ね、1から10みんながね、それぞれ強さを発揮したんかなっていうことは見ていて、すごく思いましたね。でね、ね、えー、いやー、本当に見事な走りだったと思いますね。で、このことに関してはね、結構ね、青がく一強の駅で本当つまらんとかね、 え、青学強すぎてつまらんとか、青垣が,が優勝してクソうぜとか、青垣ね、に対してなんかあやこうやンチしてるやつめっちゃいたんですけど、いや、本当に許せないなっていうのは思うしね、なんかつまらんとか言ってるやつは悲鳴みよせっていうのは思いますね。ま、今回のね、青垣でもね、もうそれぐらいやっぱり強かったと。 まあいうことで、まあ、つまらん、つまらん、つまらんとか言ってるやつは、ふざけんなっていうのはもうしね、えー、まあ、八百長って歌われるぐらい強かったんかなっていう、思いましたよね。<laughs>